はい、皆さんこんにちは。今回はそのフィッシングパークに来てます。7月にね、大災害があって壊滅的なね状態になっちゃったんですけど、一応9月1日かな、一応復活したってことで、今日はちょっとどんな様子か見に来ました。まあ見た感じ、魚は前よりは少なくなってますけどね、魚影はそれなりにありますね。まあ、ただちょっとアベレージが小さくなっているような気がします。とりあえず今日はねルアーでちょっと様子を見てみたいと思います。まず最初はこのエグザから、さっきね餌やりをしてたんで、多分投げたと同時に来るんじゃないかなと思います。やっぱ小さいね。大体アベレージがそんなもんでしょ。
ぐいぐい。意外と取れない。はい、さっきのイグザは入れ食い状態だったんでね、ちょっと今回その産で売ってるこのロブルアのバベルエアーゼロって感じかな、ちょっと買ってやってみたいと思います。一応ねここはやっぱ軽めのルアーの方がいいと思うんで 0.4g、 あと 1.1g ってやつが売ってたんですけどね、とりあえず 0.4g つけてやってみたいと思います。多分こいつもかなりいいと思うんですけど、とりあえずこの見えやすいルアーからやってみたいと思います。まあフックが小さくて遅いんでね、あまり無理はできないですね。これかなり小さいな、フックは。変えた方がいいかもですね。まあ面倒くさいからとりあえずこれでやります。さあやってみましょう。平均がこのくらいですね。5センチぐらい小さいのかな。食うんだけどフィッキングしないんだよね。
外れちゃう。あれ？さあ、じゃあフロントフックに変えてみますか。今度はフロントにしてみますね。はい、今度はフロントフックに変えてみました。でかいのが、疲れてしまったぜ。ショック、さっきのバベルはものの数分で切られてしまったので色を変えてみました。こいつはさっきバベルのレアって言ったんですけど、エースってやつみたいですね。レッドカラーの方がやっぱ食いつきはいいですね。反応が全然違う。
もう干した瞬間に反応してくるから、変なとこ引っかかったぞ。なんだあれ。なんか変なとこ引っかかった。何あれ、根っこか。やばい、切られるか。よし。今度は空き缶で作ったルアーでやってみます。ちょうどこれボスの顔のとこですね。まあ、これかなり軽いんで全く飛ばないんですけど、反応してる、反応してる。もう送った。するわ。めっちゃ反応する。あ、草が立った。するはいいね。すごい、やっぱ災害の爪痕が残ってますね。結構今日月曜日なのにめちゃめちゃ人いるよね。こっち
やるしかないか。こっち側の下池は魚がかなり小さいですね。で、魚も結構同じ場所に溜まってるっていう感じ。まあちょっと見にくいかと思いますけど、あの辺に丸く溜まってる、あの辺、あとはあの辺かな。他はあんまし魚の数が少なそうですね。まあとりあえずやってみましょう。多分クリアポンドに比べてアベレージが全然小さいと思います。3年ぶりぐらいかもしれない。こっち側が一番クリアだね。ヤマメを釣りたいんだ。魚群が回っていた。
入れ食い。これ入れにすぎるでしょ。切り状態なんで、ちょっとここで遊んでみます。めっちゃ来る。今のヤマメっぽかったな。ハーマー君と言ってた。ヤマメが釣れないかな。もうこれ入れ食いですよ。これ瞬殺。ほらもうすごいなこれ。投げたと同時に瞬殺だよ。反応がめちゃめちゃすごいもんね。もうこれ多分ここへ投げればほらっ入れ食いすぎる。
これなんだ、なんかすごい寸胴だと。ほら、かわいい。よし、もうすごいよね、投げたと同時に。ほら、入れ食い。入れ食いすぎる。あ、すいません。
今日一。よし、これで終了しよう。50ぐらいかな、それ。50ちょっとぐらい。よし、これで終了します。